皆さんこんにちは。こんにちは。本日はですね、ここ静岡、ヴィラ江戸屋ボールさんで、やっぱりコードといえばこの方、近藤歩美プロとこういう形でゲストにお招きしたんですけども、近藤プロ、石原プロに投げていただいたボールなんですけども、コードシリーズの新しい仲間でコードエクストリウムと。でこのコードエクストリウムなんですけども、新素材の NRG2 とこういう素材を使ってまして、投球非対抗コンディション42フィートとこういうことなんですけども、近藤プロのレイアウト、まあ、近藤プロにしてみると球なりに強いレイアウトを取ってもらったんですね。で石原プロのレイアウト、やはり球なりに一番強いとこういうレイアウトだったんですけども、近藤プロ、はい、久しぶりに出て今日投げてみた感想はどんなイメージでした？はい、ですね、久しぶりにあの高度系のボールがね出てきまして、はいはい、まあ、今日投げる前にちょっと前にあの指調整だったり、うん、ドリルした時にすぐ投げたんですけれど、はい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 、いやこれはちょっとすごいなともう率直に、はい、これやばいかなっていう感じの、やばいやばい、まあ、コードですから、はい、まず走って切れるイメージ、はいはいはい、で今度新しく、うん、NRG2 ということで、うん、NRG だからそんなにこう先がこう切れる感じではないのかななんて勝手にね思い込んだりしたんですけれど、投げたらですね、まあまあ走ります、はい、その後先の動きがクラッとなんか動いたので、私でもこんなに曲がっちゃうんだみたいなぐらいの、なるほど、はい、ちょっと衝撃を受けました。お、はい、やっぱり近藤プロといえばあるあるの手ですね、こう、あ、先がガーッガーッというね。今日はあまり動いてない。ああ、今日今日はなし。なるほどね。はい、石原プロは投げてみた感想は？そうですね。やっぱりコード系の中でも、やっぱりこの新しい NRG2 パールということで、うん、やっぱり強いところのパールっていうのが、そうですね、久しぶりだとは思うんですね、はい。なおかつもっと強いところなんですけども、はい、非常にこう、オイルのあるところから行っても、だからすごくこう仮にいろんなタイプのボーラーさんでもディープ、こう中へ入っていけるようなボールかなというふうに、今までのボールっていうのはまあ結構あの幅広くあのカバーはあったんですけど、今回特になんか NRG の2のパールってことで、強いところのパールってことですね、意外と先がこう切れるような面でも、うん、もうインサイドに入ることによってそれがスムーズに、うん、なんかその辺の違いが今回はっきりあるのかなっていうふうに思ったので、すごくディープインサイドまでこう入っていける要素がすごくあるんじゃないかなというふうに思いますね。なるほどね。あのお二人に投げてみた、ね、いただいた今感想なんですけども、まあ、その中で、まあ、NRG2 の説明をね私もさせていただきたいなと。でこの NRG2 っていうのは NRG とどこをどう変えたのっていう、まあ、皆さん気になるよねっていうね形の内容なんですけども、はい、やっぱりあの今、あのスペックっていうのがありまして、まあ、これがエアストームの中でオイルには一番強いよっていう表現で、その次に GI18 とか17、まあ、NRG とこういう形で上から4つ来るんですけども、NRG っていう、ね、2っていうのは NRG より1個上という私表現するんですけども、実際は GI17、18の時に皆さん体感したようにオイルには強いんだけど手前行くんですよと。でレーン中盤から後半にかけての摩擦が高くなるんですよと。でそうなってくると表現的には全体的な1レーンで考えると NRG2 っていうのは NRG2 の方がやっぱオイルに強いんですね、全体的には。なんですけど手前から噛むことなくっていう形で、ましてや今回ラド4と手前がある程度前進力があるあの素材も使ってますので、まあ、そういった意味でレーン中盤から曲がり始めというか曲がる手前というんですかね、どうしてもレーンっていうのは手前がオイルが薄くなってきて中間バックエンド側にどうしても伸びていく中でインサイドライン、まあ中ですね、いわゆるねインサイドラインに入っていけば入っていくほどバックエンドフィニッシュがしづらくなるんですね、ボールって。
ただあのバックエンドのフィニッシュもできるように、まあ、改造をしたと、まあ、それが、全体的に大きく曲がりを生むとこういうような形でね改造していった。でね、この改造って、まあ、どうやったらできるのって僕もストームによく聞くんですけど、まあ当然シークレットだと教えねえよって言われることが多いんですけど、でも確かにね投げた感じはやっぱり本当に中盤から後半、配列の問題とかいろんなことを言われるんですけども、まあそれはあの科学者側の方に、制作者の科学者側の方に置いといて、まあやっぱりこう私たちの要望っていうのは、やっぱりこう手前のオイルの量っていうのかな、まあプロボーラーも含めアマチュアもね、多い割には手前が削れてしまうっていう悩みもあるし、バックエンドでやっぱりこうフィニッシュしてこない、曲がりがねこう出てこない、近藤プロの表現こう曲がりが出てこないっていうね、ところで考えると、バックエンドはやっぱりこうフィニッシュしていった方が当然ピン飛びも良くなりますし、投げやすく幅も取れるっていうのをやっぱりこう要望をストームの方にしていくと、まあ、こういう素材になるのかなと。でまだアメリカでもこの素材って使われてなくて、実際日本が今回井の一番で出したっていうね、まあ回転力が強い弱いっていう意味じゃ、今回まあ、回転力のお二人以外の回転力の強い連中、まあ、これ見ている方もヘキチャンネルみたいなのをね、はい、見ている人もいるのかなと思って、ヘキなんかでも同じこと言ってたんですけど、回転力が強い人なんかでも結構使いやすくなるっていうのはやっぱり手前が行く、まあ、ここに要素がねあるように思うんですけども、まあ、そういった改造をした部分なんで、やっぱり近藤プロ、石原プロもね、まあ、曲がる曲がらない関係なく衝撃も受けたところもあるだろうし、やっぱりああなるほど、あすごいやっぱりこういうボールも重要なんじゃないかなというふうに思いますよね。でまずはじめに近藤プロのラインナップなんですけど、近藤、はい、プロこれは試合用のラインナップだと思うんですか？そうですね、この頃の、まあ、試合に持っていってる感じの中のラインナップですね。はい、ね、そうですね。そうそう、今日の行動エクストリームはどの位置に？そうなんです、曲がり方だったり、はい、まあ、キャッチもあれなんですけれど、やっぱりそのいつも一番ヘビーな感じでクライックスプライム持って歩いてるんですけど、うちパールっていうことで、このストロングバイトの下ぐらいにこう入れてみようかなと。ちょっと入りませんけどねこんな感じでどうですかね。はい、一応こんな感じでナノの下でパールっていうことで。わかりました。この辺です。はい、わかりましたわかんなくなっちゃったすいません。続いて石原プロ、はい、シリーズ企画なんですけど、はい、まあ、コード10も何種類、8種類9種類ぐらい出てるんで、まあ、その中でもこうまとめてもらった形があるんですが、はい、今日コードエクストリームはどの位置に？そうですね、シリーズ企画なので、はい、基本的にはカバーの違いで表現するともうこの辺になると思います。はい、わかりました。ここでですね、はい、やっぱり近藤プロに今日来る前からこれをやっぱり質問にしたいなっていうのは実は4つあったんですけど、4つも4つもあったらちょっと多いなと思ったんで、2つにしようかな、1つにしようかなというふうに思いまして、はい、第1の質問なんですけど、よく近藤プロ私にね言う言葉が曲がらない、曲がらない、はい、タイプっていうようなね、うん、でその割にはこうまっすぐもやりづらい、ね、っていうことをよく試合なんかでおっしゃりますよねと、はい、でそんな中で曲がらないっていうことが例えばデメリットメリットになる時があると思うんですね。でそういう中で今回のコードエクストリウムって
まあ、先がすごいしっかり曲がるよねって撮影中もおっしゃってたんですが、この先がしっかり曲がるよねっていうのは、先ほどのラインナップなんかで言ったら、まあ、当然オイルがある程度あるところで使ってくるんでしょうけども、まあ例えば私以外でもどういうタイプだったらもっと使いやすいよとか、こういうボールを持ってる人には逆にこういうボールを使ったらみたいなね、エクストリームみたいなの使ったらっていうのがもしあるとしたら。難しいですね、ちょっと。いや難しかったかな。難しいですね。あ、そうですか、はい、じゃあ2つ目の質問にします。そうしましょう、いや2つ目の質問はですね、まあそれを逆に言ったら自分がね、うん、使うとしたら、うん、私だったらこういう場面でやっぱり本当に対応するだろうなっていうのがあるとしたら、今回は、うん、あ、そうですね、あの、うん、今回はいつもちょっと早い時に、まあ、ヘビーなコンディションの時には、うん、クラックスプライムとか、まあ、こうのキャッチの強いボールをイメージして、そんなに幅をこう取らない感じの、はい、まあ、コンディションにもよるんですけど、はい、そういう感じで使ってたんですけど、うん、でも今度のコードのエクストリームは、はい、オイルを使っても、うん、まあ、中にちょっと入っていっても、うん、先も動いてくるので、この分では気持ち的にはちょっと幅が取れて投げれるかなっていう感じと思ったので、ちょっとこれも持って、その後どのコンディションっていうより投げてみて、うん、ちょっと速いなって感じた時だとか、うん、っていうのは どんな感じですかね。まあ、やっぱちょっと早いなって感じた時にこれをまた持って出してみるって感じですね。そうですね、早くてそのまあ先の動き、うん、まあ、ちょっと伸びてきちゃったりっていう時にもいいかな、先の動きが出てくるので、イメージ的にはこう取れるのかなっていうと思ったんですけど。なるほどね、はい、これ見てる方、私ずっと撮影してたんですけど、今日僕こうなんていうかな、内ミスしても外ミスしても良かったんじゃないかなと僕思ったんですよね。倒れるんですか、これ倒れてもやっぱり近藤プロね、黙ってるとだんだん内入ってくるんですよ勝手にね、もうライン変えてっちゃうんですけどそうなるとね、やっぱりこうどうしてもこうオイルの上をすごい使うんですね。ただオイルの上を使ってる割にはやっぱりちゃんと気持ちよく外にミスってくれるんですよだからその外にミスったのがミスに感じなかったんですよね、実は。倒れちゃうんですか、にまたポケットに収まってきちゃったんで、まあ、そういった意味では非常に使い勝手がね、そうなんです、長く使えるかなっていう、はい、安心感はちょっと安心感ね、感じですね。なるほどね、はい、じゃあ石原プロに質問ということで。そうですね、チェンジします。これは専門的にね、はい、専門的でお願いします。まあ、やっぱりこれをご覧になってる方、コードいっぱいシリーズも出ましたし、まあ、それから最近で言ったらフィジックスだとか、まあ、当然ピンアクション重視のボールなんかも出てきてるんですけど、これ例えばこのラインナップの中で、先ほどのコードのシリーズラインナップもそうなんですけど、まあ、何のコードと変わるのとかね、じゃあこういうコード系とか他のボールが使いづらい時にこのコードエクストリームいいよっていうのがもしあるとしたら。そうですね、やっぱりコード系の中でもいっぱいボール今まで出てるんですけど、はい、やっぱりソリッド系とかそういうボールだとやっぱりバックエンドの動きっていうのは緩く感じたと思うんですよね、うん、同じボールだとしても、はいはいはい、まあ、その点を例えばオイル強いんですけれどもパール配合することによって、うん、そのオイルの強い位置づけの中でも、うん、もう少しバックエンドのメリハリがついてしっかり出るというのが特徴だと思うんですね、うん、なので、例えばオイルを使いながら中にとにかく入ってきたいよ、はい、バックエンドしっかりもとにかくもう曲がった方がいいよっていう、うんうんうん、ボーラーさんっていうのはすごく好まれると思います、うんうんうん、あとコンディションによってもあまりそのヘビーオイル、まあ、タイプによっては違うと思うし、非常に長い量が多いと、うん、とまたちょっと変わるのかもしれないんですけども、うん、やっぱりバックエンドがある程度見えるっていう要素っていうのは非常にあると思うので、うん、まあ、そういう面ではだから、今までと違った使い方ができる要素が非常にあるのかな、うん、なるほどね、オイル強い、ところのカールっていうことで、うん、その辺のメリハリが、取れることが感じられるんじゃないかなというふうに思うんですね。当然一番オイルに強いのってソリッドじゃないですか、
でその次に強いよって言われるのって、まあ、配合にもよりますけどハイブリッドじゃないですか。でそういった意味では光ってるボール、光ってるボールのメリットって手前が直進するじゃないですか。で光ってるデメリットのはバックエンドが激しくなっちゃうじゃないですか。でそれがだからソリッドを使う要素もあったし、ただ今回の NRG2 って実はねサンディングしても面白いんですよ。ファールセーブもちょっと違ったりもしてるんで、ちょっと表面落としてもね、で落としたら曲がんなくなるのかってそんなことないんですよねこれね。やっぱりこう素材もさることながら改めて僕ねラド4、まあ、いわゆるラド4っていうコアのね曲がり始めてからの威力、まあ要は普通曲がり始めるとその曲がった方向にやっぱり行くんですけど、最近言われなくなってきたんじゃないかなと思ったのが、ストームのボールって2回曲がるよねっていうね、まあ例えば1回こう曲がり始めてその角度でずっと行くんじゃなくてもう1回曲がっちゃうっていうね、それはやっぱりラド4じゃないとできない。だからまあやはり2回も3回もって言い方変なんですけど、曲がり始めてからさらに曲がろうとするから車掌を曇らしてもね、さらに曲がるぞとこういうのね、曲がり切るぞとこういう意味じゃ、やっぱりねこれはねオイルに強いって言われた最近のフィジックスもそうですし、ストロングバイトもクラックスプライムもそうなんですけど、まあ、そういうボールの中とはまた異色のね、オイルに強いけど曲がり切るぞっていうボールって意外に少なかったのかなと、まあ、それと強いやっぱパール、強いパールってなんか表現変なんですけど、なんで強いんだったらソリッドにしろよとかハイブリッドにしろよっていう話なんだけど、やっぱ強いパールって意外にああなるほど使い道やっぱりこういうコアにはあるよねって、これが一体成型コアって言われる、まあ、いわゆるマスバイアスがついてない非対称じゃないコアだとか、非対称でも例えばロック系だとか、まあ、クラックス系ではなかなか2回も3回も曲がってこないんで、まあ、やっぱりラド4だなっていうのはね一番あったのかなっていうふうに思ったんですね。まあ、そういった意味ではお二人もね今後活躍する中でこういうボールも投げていただけるでしょうし、まあ、うちの、いろんな人たちね、またヘキチャンネルが大げさにねやってくれたんでね、私ちょっとその後だからやりづらいんですけど、まあヘキ流に言うと簡単に曲がっちゃうボールは使っちゃダメよって僕言われたんですよね。まあアマチュアの方でも本当に曲がり出したい方、ぜひね一度ここに訪れていただければなというふうに思います。まあ、本当に今日は長い時間お疲れさんでございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ぜひ投げてください。